最高でした。最高でした。ね、うん。景色綺麗は食べ物うまいわ。な。皆さん親切。親切。楽しい。ね。ね。どこ行ってもよかったね。ねえ、うん。お前のおばあさんを探しに行ってんな。そう、実はね、僕の、おばあさん明治生まれですけどね。うん。淡路島で生まれて育って、うん、大阪にね、嫁入りできたんですけどね。ね、要は淡路島の話はおばあちゃんからよく聞いてたんでね。うん。まあね。お前は淡路島行ったことなかってんな。そうやね、おばあちゃんお前な、要は淡路島行こう行こうって言ってたんやけどね、うん、うん。まあでも、それは僕は小学校の時やけどね、うん、うん。まあそれまでに、まあおばあちゃんは亡くなってしまったんやけどもね。うん、残念。でもいろんな話は聞いてましたんでね。ね。でも今回、なんか、淡路島に行く機会ができて。できました。ね。僕のね、生徒さんの中に淡路島の方がいらっしゃってね。うん。ぜひぜひ。ぜひぜひ。遊びにおいでってことでね。ね。できました。ご招待を来ましてね。ねえ。いろいろ親切にしていただきました。ねえ。ありがとうございました。ほんまに。ございました。ありがとうね。ありがとうね。あ、これからもね、また、あの寄せてもらいに行きます、ね。でも、ワイね、第二のふるさとや思っとるで。うん、ね、うん、ね。第一のふるさとはイケア。イケア。うん。それで。第二のふるさとは淡路島。おお、すごいな。うん。そうか。いいですね。まあ、広島とかいう噂もあるが、まあ、それはもう463人ぐらいかな。そうだね。ああ。そんなことないやろ。だって暗い思い出がありすぎて。よかった、ええやんな、広島焼きおいしい。あ、広島焼きおいしいし、食わせろ。まだそっちにも遊びに行きますけど、うん、もちろんね。ね。まあ、どっちにしろ両方とも共通点がある。瀬戸内海。瀬戸内海でした。そうですね。めっちゃ綺麗やったね。瀬戸内海の海、綺麗ね。晴れてた。もちろん広島側から見たら瀬戸内海の海も綺麗ですけども、うん、淡路島からもね、いろいろ。もう、淡路島もすっごい綺麗やった。綺麗やったね。ああ、ね。うん。最高でした。最高でしたね。で、孔明のおばあさんが行っとった小学校行けてんな。そうですね、面白いな。見つかったな。僕のおばあちゃんが明治時代に行ってた小学校ですけどね。ねえ。まあそこはちょっと。すごい綺麗なところでした。すごい綺麗なところでした。ねえ、また行こうな。うん。おばあちゃんがね、うん、もう、淡路は、フルーツが美味しい、あの、果物ね。うん。果物も美味しい、魚も美味しい。でね、いろいろ僕に話してくれましたけどね。夫婦喧嘩するために帰っとったという噂も聞いた。そう、以上で喧嘩するためにな。淡路島に帰っておりましてね。うん。当時はまだ、そういう、橋がなかったけどね、今みたいにね。うんうんうん。船でね。ね。船に乗って。激しいの。3日か4日帰ってこなかったですね。ね、で機嫌直ったら帰って行ってましたけどね。ねえ、お前おばあさん子やもんな。そうね、僕はおばあちゃんに育てられましたね。ね。うん。だから、そういう。おばあちゃん、おばあちゃん。そうそう、おばあちゃんの話。うん、ね。小学生の時やったけどね、いろいろ淡路の話聞いたり、ね、面白かったですけどね。ね。で、今回実際その淡路島行ってきましたけどね。うん。楽しかったです。楽しかったです。ね、また行くかね。淡路の人たち待っててね。はい、あつかましいこと言ってもらったよろしくね、よろしくね、よろしくね。さて今日は何か、はいはい、あ、リクエスト入ってます。そうですね、今日はナイトアンドデイ、ナイトアンドデイ。でこれをサックスとかトランペットと一緒に演奏するときにはどのようにしてピアノが弾いてるかということですね、うんうん。だからサックスがメロディー弾いてくれますよね、はい、あるいはトランペットが。サックスが吹いてくれるわけですね、はい、でその時にピアノはやっぱり右手でコードを弾いて、はい、左手でベース、これがもう定番ですね。定番。そうですね。
バッキング。そうだな、右手でバッキングして左手で ベースラインをこう弾いてあげるというね。うん、ベースラインがこうあんまりね、ちょっとそんなにたくさん弾かれへんっていう人は、うん、別にこうね、こういうふうに簡単に、うん、いうふうにあんまりね、このようにたくさん入れなくても、たくさん入れなくてもシンプルに弾いてもらっても大丈夫ですね。ゴージャスな響きよの、この曲なんか。なんかゴージャスな響きやね。ね、なんでこんなゴージャスなんかの。それは、まあ、っていうか、なんていうか、右手でちゃんとコードを弾いて、左手でベースを鳴らすと、響きは結構ゴージャスになりますね。何やこの曲が特別ゴージャスなんじゃなくて、お前がゴージャスに弾いとるだけなんかこれは。まあいや、そうどうなんだろうね。まあちゃんと基本通り弾いたら割と音はピアノ一本で結構ベースと、ね、コードのバッキングの役割を果たしてくれるんで、うん、十分分厚い音は出すことができる。なるほどな、うん、だから絶対に、ね、左手の音と右手の音はダブらさないってことだよね。なんか大事なこと言いませんでしたか？うん、大事なこと言ったね。さらっと言いましたけどね。さらっと言いましたけどね。左手で弾いてる音と、ね、うん、右手で鳴ってる音はなるべくダブらさないんだよね。同じ音弾いてもしゃあないからね。ああ、なるほどね。違う音で厚みを出すってことっすね。そうそうそう、これ全部弾いてる音が違いますね。食っとったら栄養が偏るいうことやな。その通り、ハーモニーも一緒やな。同じものを食べてると、うん、栄養が偏るのと一緒やな、うん、だってご飯食べるときもな、ご飯食べたらおかず食べて肉食べて、うん、肉食べてね、野菜食べて、ケーキ食べたらおせんべい食べんと口疲れるで。あ、ていうかケーキ食べたらこコーヒーか紅茶飲むよね。おせんべい、おせんべい、うん、おせんべいがね、うん、おせんべいで、おせんべいとケーキ食べたら今度何欲しいだろう。アップルパイ。アップルパイじゃなくて、紅茶とかコーヒーやろ。やっぱりね。チョコレート。チョコレート、まあ何でもいいや。うん。まあでもコーヒーや紅茶飲んだりしてね、口の中をこうちょっと。なんせやね、ちょっと洗わんとあかんな。同じやね。うん。だから、右手でこうコードを弾きました。で、左手はベースですね。吹いてくれるから、うん、ピアニストはひたすら、そうですね、うん、でこれでピアニストがこういうバッキングかな、バッキングやりながら、コピングっていうね、本当はね、やりながら、バッキングとコンピングちゃうんか、同じこと。バッキングってね、なんかね、日本語英語ちゃうかな、これ。ああ、なるほどね。学生の頃僕らなんかバッキング言いましたけどね、うん、多分外国行ってバッキングでも通じないと思いますけどね。え、そうだ、なんか衝撃的やな。うん、だってコンピングっていうはずね。コンピング、うん、まあでもバッキングって方がなんかワイラーなんか頭に浮かぶよな。バッキング。もうなんかな、バンドでやっとってな、コンピングゲーとか言われてもな、わけやからし腹立ってくるよな。あ、そうか。しゃれたことのかしやがって、うん。確かにこう、あれはね、まあバッキングって、確かに慣れた言葉やね。わかります。うん、
僕は日本にとってはね。でそのバッキングでコンピングね、ペットが、ね、アドリブとか、メロディー吹いてるときは、ひたすらね、こうコードとベースに徹して弾いていく。あとは問題はあれやね、アドリブやね。アドリブ。今度はピアノの人でアドリブしなくてもね。うん。そのときはこうなかなかベースライン入れながらやるの難しいね。難しいやるね、うん。ちょっとやってみようか。はい。しんどい時は普通にもうコードだけじゃバシャーンと弾いて、ベースだけバシャーンと弾いててね、意外と休んでますね。休みで動けるところでね、また休んで、切り越えてくださいね。自分が得意なあのコード進行のところなんかはこう251なんか特に動きやすいかな、ということですね。251ですね、うん、だから普段からこう251のベースランニング、ランニングベースを最初にやるといいんじゃないかなと思いますね。なんか今日お前なんか真面目な話しよる気がしながら目座っとるの。目座っとる。もうちょっとなんかこう余裕を持っていきようね。でもおもろいな、お前目座っとるの。真剣に話しとるの。結構ちょっと今日マジで話してるから。そうやな。いやー、それにしても、ああ、島楽しかったね。楽しかったね。もうね、やっぱり、イケアが一番のね、イケアがふるさとというのをやめて、淡路島にしようと。そうか。淡路島にふるさとか。うん。じゃあな。もう、ワイね、人形やから、もうどこでもええねん。淡路島にしよう。ワイは淡路島の子や。その淡路島でもね、ちょっとこれ、曲ね、ソロピアノで、あれですね。レッスンもちょっとやりましたけどね。ライブもちょっとやってきましたね。ライブもレッスンもしてきました。出張レッスン。結構一生懸命、
ね、ピアノ行ってきましたけどね、うん、ちょっと頑張ったな、頑張りましたね、うん、これからもまたいろんなとこ機会があったらね、うん、やってあのいいっていうのはいいってね、うん、演奏してみようかなと思っていますけどもね、思っています、うん、募集かけたらか、ここで募集かけたらか、呼んでやってとか言うか、家でほらレッスンたくさんやってるから、うん、ね、生徒さんほっぽらかしていったらあかんから、ああそうやな、約束あるからね、ちゃんといっぱい約束あるわな、うん、お前嫁さんの面倒も見ろよ嫁さんの面倒見ろ、うん、それは見てるでしょ先月一日も休みがなかったりとも投げ取ったぞ、あそうか、うん、うん、まあ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 、それは置いといてね、嫁は置いといて、まあ嫁は置いとこうか、嫁は置いとこうか、うん、まあいいねなまあいいね、まあまあええわ、もうええわ、というわけでですね、今日はそのサックスとペット、あのサックスとかペットとかね、うん、考え、まあこれボーカルにも当てはまりますよ、うん、ね、ボーカルさんの歌の後ろでもこんな風にね、うん、やりますね、うん、左手でベースを弾く、うん、であの右手でコードを弾いて、うん、ね、でやる、これが一番あのスイングジャズの、あのスイングのリズムのやつのね、うん、一番定番かなという。なんていうね、うん。ただもしそのベースランニングがこう、細かく動かすのはちょっと難しいという人はこんなふうにコードだけどね。間が間がたくさんあってもね、うん、頭の中で1234、1234って数えてたら、こうなんとなく音がたくさん鳴ってるように聞こえるから不思議やね。不思議やね。ね、リズムを感じでやったらいいんちゃうかな。うんうんうん。ということですけど、はい。はい。結構真面目に話しました。真面目に話してましたね。あーなんか。まあええわ、まあ。でもたまには真面目なことしとらんとな。いつもなんか、もうそんな季節が来ましたね。教室からそろそろね、それあのどういうやろう、あれ、あのザ・クリスマスソングが聞こえとったな。そうですね、今日は、レッスンでザ・クリスマスソングね、うん、ありがとう。もう今日でもちょっと遅いぐらいかもしれない ね。クリスマスからもうクリスマスやからジャズの人らは稼ぎ時やな。ああ、そうなのかな。うん、お前は引きこもりやから関係ないけどな。昔はね、よく東京行く時なんかはね、今のちょっとよくね、稼ぎ時とクリスマスはね、うん、今のところ引きに行ったりしてますけどね、うん、はい、まああのあれや、お前もな、そろそろちゃんとしたライブしにゃいけん思うてよ。そうそう、あの12月21日な、はい、久しぶりにこいつのソロライブやります、うん、ソロライブやりますね、ドキドキですね、ね、はい、一人ぼっちでピアノ弾きます、はい、お前にはそれがお似合いよ。そうですか一人ぼっちでクリスマスライブね。まなかなかね、一人の世界が好きな人なのに、好き一人の世界でやれへんから、まあ、聞く時やな。でな、わい、うん、考えましてん、うん、お前はもっと一人になるべきやと。ほう、うん、それやからな、一人ライブをもっとするべきやと思いました。でもなかなか現実にはいかない、うまくいかないな。というわけでわいは考えました。世の中にはユーストリームというものがあるではないか。あるね、ユーストリーム。ユーストリームってみんな知ってるから。みんな知ってる、説明して、うん、生中継、生中継、うん、そうですね、うん、ね、インターネットで生中継ができる。そう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 、ね、
うん、昔はね、こいつも毎週水曜日夜の12時からボランザでやっとったよな。そう、ボランザというバーをお借りしましてですね、うん、バーのスペースをお借りして、うん、夜中の12時ぐらいからね、うん、生放送やってましたね。やってました。1時間か2時間やってましたね。スプーンフルミュージックアワー。そうですね。うん、また、今回ちょっとまだこっち、安倍野に引っ越してきましたけども、うん、今度はこの、この部屋ですね。この部屋じゃないやろ。向こうの部屋になると思うわ。向こうの部屋、うん、どこでもいいけどな。スタジオからですね、うん、生放送で。生放送で。なんか。で、このアッパーが話なんかせずに、ほう、ちゃんと真面目にピアノを弾いてもらおうではないかというね、コンサートをね、うん、ネットコンサートをしようと企てました。そうですね。うん。ね、頑張ってやりますね。ね。まだね。うん。うん、まあ、ただこいつはね、ちょっとどういうんやろうな。定期的に物事をやるのが苦手な人間でございますからね。うん。うん、気がこう向いた時にね。向いた時にやるんでね。はい、必ずツイッターとか、うん、なんやらな、フェイスブックとか、うん、そんなもんでな、告知しますよってな。うん、ここでもなんかこう気向いた時告知するかもしれへんしな。うん。うん、そうですね。まあちょっとゲリラ的にやりますよって。はい。みんなき、なんかもう、情報見たら見てやって。うん。ね。うん。というわけでした。というわけでした。はい。うん。では、今日はこれでおしまいにしましょうか。はい。はい、うん。もうね、クリスマスが近づくとね、ワイはほんまにもう、こじゃれたカップルどもにどうやって苦しみを与えてやろうかと、考えている。あいつらほんまにもう、いっちゃくらいっちゃくら仕上がって、キリストの誕生日じゃ言うのに。というわけでね、まあそんなことはどうでもええわ。今日もね、ここに登録って出るから、登録って書いて、マイラとお友達になってくれたら、わーい、とてもわーい、喜びますぃ。紅白への道も近づくしな。ほんとかな？ほんとかな？ねえ、紅白連れててくれるんだ。あ、もう終わろうとしたら終わる気満々や。ああ、もうというわけでね、今日はこれでおしまいでございます。それでは皆様、おやすみなさい。ピー。